皆さん、お疲れ様。プラパイの C 君と K です。佐藤です。お願いします。お久しぶりです。お久しぶりです。本当にね、僕の都合が合わなくて、本当2人とも本当申し訳なかったです。すいませんでした。俺その間に黒子なくしてるんで。2人ともすいませんでした。そんな余るな。何はい、今佐藤さんびっくりしましたよね。はい、ちょっと今回僕思ったんですけど、はい、危機察知能力ってあるじゃないですか。これね、俺思うんですけど、人間にとってこう仕事してても、もうね、危機察知能力がある人間って成功するんですよ、多分。まあね、ほんと普段日々、まあ、このブラパイの動画を見てくれてる視聴者の皆様とか、まあ、K も佐藤も多分外国の殺し屋から狙われてると思うんですけど、はい、危機察知能力、まあ、危険察知とかをちょっと高めたいと僕考えました、ある方法で。ちょっと考えたのもんで、はい、まあ、今回は危機察知能力を高めようってことをやりたいと思います。はいはい、じゃあちょっとね、移動しましょう。はい、じゃあお願いします。怖すぎる。はい、ということで、ジャンプしてなかったんですけどね、まあ移動してもらったんですけど、今回、まあ、どういうふうにやっていくかっていうと、ちょっとどいてもらっていいですか。これ。本当はですね、剣山の壁を用意しようかなと思ったんですけど、これをだから剣山の壁だとイメージして、で向こうから目隠しをして、まあイメージは目隠しをして、あギリギリで止まる。いかにギリギリで止まれるか、目隠しして。あ、それでか、危機察知能力が高いやつ。そうです、危機察知能力が高ければ。あ、ちょっと今はしてないんですけど、僕、目隠し、あ、ここだ、みたいな感じで、まあ、これをやって危機察知能力を高めようと思って、これをだから一人ずつやってもらうんで、目隠しをして、だからビビってもダメで、行き過ぎてもダメ、なるべくギリギリで止まる、これを3人で競い合おうかな。で、順番はもう普通に佐藤、K、僕で、誰が危機察知能力が高いかってことをやっていきたいと思います。はい、じゃあ佐藤君から、はい、じゃあお願いします。はい、じゃあやっていきましょう。じゃあ佐藤君から、はい、お願いします。まあ、回す意味ないんですけどね。いや、奇跡的。はい、じゃあお願いします。逆でした。怖すぎ、怖すぎ。じゃあ次もうこれでまっすぐ歩いて、はい、そうです、もうまっすぐ歩いてギリギリで止めてください。はい、じゃあスタートで。まだかな。あアウトマジで分からない、難しすぎる。死んでます。今刺さってる。剣山さんが刺してます。でもこういうことなんですよ、今佐藤さんは聞き察知能力がなかったもんで、今佐藤さんは満喫です。まあでもこういうことですね、はい、どうでした、難しい。めちゃくちゃ難しい。いや、むずいと思うよ、これ。実際難しい。じゃあ次、K 君の番で。じゃあ、帰りましょう。はい。佐藤が3回回せるんで。でも、わかんない。わかんないよね。一回って思うよ。あ、まだ。僕、ただまっすぐ。はい。歩いていくだけなので。はい。ちょっと待ってね。そのまままっすぐ。じゃあ、お願いします。怖い、怖すぎる。オッケー。まだいけるな、まだいける気がする。ここで、
はい、OK です。じゃあちょっと目隠し取りますね、ここで。よし、ごよし、ごよし、ごすごい、はい、こういうことなんですよ。こういうことです。今生き残りました、彼は。彼は自分の命を守りました。これが危機察知能力。僕がなぜ彼をメンバーに入れたか、そういうことなんですよね。じゃあ僕がね、ちょっとお手本を見せようかなと思ったんですけど、ちょっとこれされたらちょっと何もできないなって。僕いいですか、ちょっと。ああ、はい。じゃあすいません、お願いします。もしもしね。でかっ、でかすぎて回んない。戻ってる戻ってる、形状記憶。ロボット見て。死んないぞ、自分で考えた。あ、もういいよ、もういいもういいもういい。あ、これ目回るね。目回りますね。うわ、結構やばいです。まっすぐ歩けないかもしれない。いいですか。はい。いいですよ。あ、こういうのダメね。あ、そうです。あ、こういうのだね。そうですね。ちょっとずつ。いや、俺ビビったら負けだからさ、いくよ。はい。足とかダメだからね。え、なんかもう感じるよ俺。なんで無視？なんか感じるよ。ああ！気づかなかった。刺さった剣だ。本物だったね。刺さりました。刺さりましたじゃない。いや、マジ。刺さってはないです。今当たってるわここ。はい、ですね、結果的にはK さん大優勝なんですけど、ちょっとね、我がメインメンバー佐藤さんがね、ラスト1回だけちょっとリベンジしたいと。泣きの1回、ちょっとなんかね、俺と K は結構ギリギリで競ってたのにもかかわらず、自分だけちょっと情けなかったと。でちょっとリベンジさせてくださいと、1回だけリベンジをあげます。まあ、1回だけっすよ。いいですか、ラスト1回。リベンジ。これいけますよ。じゃあお願いしますね。じゃあいいですか。じゃあラスト1回、リベンジということで。じゃあ佐藤さんいいですか。はい。じゃあお願いします。いきます。はい。というわけで、今回ね、Kさんの優勝ということで、おめでとうございます。ありがとうございました。いや、すごかったですね、本当に。ここでギリギリだったんですけどね。いや、すごい、本当に。やっぱね、僕が選んだら、僕がなかったんですよね、僕はね、選んだだけあったなっていう、いや、本当すごいなって思いましたね。この危機察知能力、まあね、ぜひ皆さんも機会があったら、やってみてください。何？じゃあ、ここじゃあ今回はこんな感じで終わりたいと思います。じゃあまた。